どうしたの？このロボット。めっちゃかっこいいじゃん。実はこのロボット、少し前に買ったんだ。子供の頃からロボットが好きで、いつか欲しいなって思ってたんだけど、本当に夢が叶って自分でもびっくりしてる。すげえ。ロボット買った人なんて初めて見たよ。でも高かったんじゃないの？レンジャーってそんなお金持ってたっけ？実は少し前に宝くじ買ったんだ。それでまさかの10億円当選して、それで勝った感じ。え、めっちゃ運いいじゃん。でもたまたま勝った宝くじが当たったんじゃなくて、とある占い師のおかげなんだ。占い師？そう、この前占い屋に行って興味本位で占ってもらったんだ。それで私の言った通りの時間にその場所で宝くじを買うと、あなたは10億円当たるよって言われて、占いなんて信じていなかったからそんなに期待せず、言われた通りに買いに行ったんだけど、本当に当たったんだ。自分でもびっくりしたよ。後から聞いた話なんだけど、何でもそこの占い屋の言うことは絶対に当たるらしい。ジョニーも気になるなら行ってみたら？場所教えるし。こうしてジョニーはレンジャーにその占い屋の場所を教えてもらい、実際に行ってみることにした。占い屋はここで間違いないですか？はい、間違いないですよ。占いましょうか？お願いします。ジョニーは早速占ってもらうことにした。じゃあ俺の兄のことを占ってもらってもいいですか？わかりました。ではお兄さんの名前と年齢を教えてください。ジョニーはこの占い師が本物なら嘘を見抜けるだろうと、自分の名前と5年後の年齢を言うことにした。占いが始まると占い師は顔色が変わり、不自然な汗をかき始めた。ジョニーさん。はい。失礼ですけど、お兄さんはご健在ですよね？もちろんです。そうですか。そしたらお兄さんには体を大事にするように伝えてくださいね。申し上げづらいんですが、占いではお兄さんは5年前の今日に亡くなっているはずなんですよ。レンジャーに教えてもらった占い屋で占ってもらうことにしたジョニー。ジョニーはこの占い師が本物なら嘘を見抜けるだろうと、兄を占ってもらう体で自分の名前と5年後の年齢を言った。占ってもらった結果、お兄さんは5年前の今日に亡くなっているはずとのこと。つまりジョニーが今日死ぬことを意味している。